おお、ヨンジュン、来たか。おじいちゃん、それは誰なの？ああ、これはお前のひいおじいちゃんと、子供の頃のおじいちゃんだ。へえ。この年、ひいおじいちゃんは大病を患ったんだ。そんな中、アメリカから来た宣教師に出会い、主の福音を教わって主を信仰するようになってすぐに主のお恵みで病気が治ったんだ。へえ。この古い聖書は宣教師からお前のひいおじいちゃんへの贈り物だ。わあ、それじゃあすごく大切なんだね。そうだよ。おじいちゃん、聖書の話をして、知りたいんだ。いいとも。聖書はとても大切なものだ。聖なる書物なんだよ。中には神の言葉が書いてあって、これをよく読むことで永遠の命を授かる。へえ。お前のひいおじいちゃんは聖書に精通していて、主のために何十年も説教をして、教会もたくさん建てたんだ。苦労も多かったけど、ひいおじいちゃんは優れた宣教師だったよ。三世代で主を信仰してきた。お前は主を信じる一家の子供なんだよ。お祈りをして、もっと聖書を読んで勉強しないとな。わかった。お前も大人になったら宣教師になるといい。うん。一生懸命聖書を読めば、おじいちゃんやひいおじいちゃんみたいに働けるよね。そうだな。宣教師になるなら聖書をよく理解しないと。聖書の真理と奥義はとても奥深いから、聖書を何十年と読んできた私でも理解できることは少しだけだ。一生懸命勉強をしてお祈りもたくさんすれば、聖書にある神の言葉ももっと理解できるようになるし、主のために説教をして働けるだろう。うん。おめでとうございます。受賞者は前へどうぞ。では次の質問です。テモテへの第二の手紙3章16節から17節、暗唱できる人さあ手を挙げて。チーム1が一番早かった。本ヨンヒさん、聖書とはすべて神の霊感を受けて書かれており、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。それによって神の人が良い技に十分な準備ができて整えられたものになる。アーメン。正解です。拍手を。前に商品を取りに来てください。では次の質問に進みましょう。次の質問はヨハネによる福音書5章39節を全部覚えている人。今回はチーム4の反応が一番早かった。ユー・ヘミンさん、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。その通りです。さあ前に来て商品を受け取ってください。皆さんよく勉強して暗記されていますね。我らが神に栄光あれ。次回の聖書物知り競争に備えて皆さん引き続き頑張ってください。今日の聖書物知り競争は終わりです。では牧師先生から一言お願いします。
今日の司会はカンさんとキムさんが務めてくれました。二人に感謝の拍手を。まずは我らの神に栄光あれ。アーメン。皆さん上出来ですよ。今日はどのチームも積極的に質問に答え、すべての回答が大変的確なものでした。素晴らしいですね。聖書物知り競争を開催する主な目的は、皆さんの聖書に対する興味を呼び起こし、理解を深めて、より聖書を知ってもらうことにあります。これだけは忘れないでください。聖書の言葉は神の霊感を受けており、すべて神の言葉であるということです。アーメン。聖書は神を代弁していると言えます。アーメン。聖書は私たちの信仰の土台ですから、聖書から離脱すれば神への裏切りとなり、神の御言葉からも離れてしまうのです。アーメン。神の言葉を離れると命は荒れ果ててしまうでしょう。神から祝福も救いも何一つ受けられません。ここ最近聖書をあまり読まない、信仰心の欠けた兄弟姉妹が非常に多くなっています。神の御言葉を心に留めていなければ、神に守ってもらえず、世界の邪悪な流れに誘惑されたり、終わりの日の偽キリストや偽預言者などに簡単に騙されたりするのです。皆さん、もっと聖書を読んでください。聖書に忠実に主の皆を守りましょう。アーメン。そうすれば主がお見えになった時、天国に引き上げられるでしょう。アーメン。なあ、意見を聞かせてくれ。聖書物知り競争は信仰心を強くすると思うか？そうだな。盛り上がってはいるし、みんな興奮して騒ぐけど、消極的なものは結局消極的なままだし、弱いものはずっと弱いままだ。こんなことでは教会を活気づけられないと思ってしまうんだ。そうだな。聖書物知り競争にあまり効果がなかったとしても、少しでも聖書を読んでみようという動機づけができれば御の字だと思うんだ。現状だけでもせめて維持していかないと、信者たちはもっと消極的で弱くなってしまうだろう。もっともだ。数年にわたって信者たちに聖書をもっと読ませようと手を尽くしてきた。聖書研究会や朗読会を開いたり、集会で聖書クイズを出したり、物知り競争もやってる。でも結果はどうだろう。活動はかなり活発で、表面上は精霊の働きがあるようだが、みんなの心は沈んだままだし、命に何の成長もないんだ。信者のことは今は横に置いておこう。牧師さえ精霊の働きを受けていないのに、聖書の知識と神学理論を説かれても説教に何の啓示もなければ、信者は満足しないだろう。彼らが気弱になるのも無理はない。その通りだ。恥ずかしながら私も聖書から何の啓示も得られない。祈ってみても
主の存在を感じられないし、落ち込んでしまうよ。主に見捨てられたように感じているんだ。私も同じ気持ちだよ。最近ずっと考えていたんだ。教派や宗派に関わらず、どの教会も、次々に寂れてきているんだ。これは主がお見えになる印だろう。主が再臨されるという予言はすでに成就しているはずだ。我々が主が戻られたことを知らないだけでは。主に見捨てられたので闇に落ちたのでは。こんな風に信仰を続けることはできないと思う。聖霊の働きがある教会を探し、神の出現と働きを求めなければ。どうやって神の出現と働きを探す？それはどこを探せばいい？イムさん、神の御言葉は全て聖書にある。聖書を逸脱すれば主への裏切りになるぞ。もし真理を追求したいのならば、聖書をもっと勉強すべきだ。神のお働きと御言葉は絶対に聖書の中にある。何があろうと聖書に従うんだ。そうすれば主が戻るとき天国に召されるだろう。おお、失礼。よう、時速か。久しぶりだな。ああ、元気だったか？まあまあだよ。近いうちに会えないかな？ああ、いいと思う。わかった。神の羊が神の声を聞き分ける。これは新聞に載ってた全能神の言葉なんだが、ちょっと見てみてくれ。主の再臨？全能神が神の国の時代に語った言葉？神の働きを求めて学ぶ方法についてずっと話をしてきたが、本当のところどう思ってるんだ？主イエスの再臨を待ち望む者は、再臨を証しした者がいれば積極的に学ぶべきだろう。終わりの日の全能神の働きを調べてみたことがあるか？確かめてみたことは？調べもせずに神の声を聞こうなんて、それは無理があるんじゃないか？いいかい、再臨に関する君の態度からは主の出現を待ち望んでいるとは思えないんだ。偽善者パリサイ人が主イエスに見せた態度に似ている。何年間も君は主を信じてきた、忠実に信仰してきたのに、主の再臨をこんな風に扱っていいのか？主に見捨てられるぞ。考えたことがあるのか？もうほっといてくれ。ひどいことを言うんだな。信仰は聖書あればこそだ。主を信じることは聖書を信じること。逆もまたしかりなんだよ。神の働きはすべて聖書にある。逸脱すれば主を疑うことになる。君にはそれがわからないのか？誰が再臨の証しをしても、その言葉が聖書と完全に一致していなければ受け入れられない。
学ばなければ神の声を聞くことはできないというけれど、実際のところ御声を聞く必要はないんだ。聖書こそが神の御言葉だから、聖書があればそれでいいんだ。聖書こそが主だ、神そのものなんだ。それが主の再臨と聖書についての意見だ。牧師だってみんなそう言ってる。命の源は神のみなんだ。神だけが真理を示し、人を救って命を与えることができるんだよ。それなのに、主を信じることは聖書を信じることで、聖書を信じることは主を信じることだという。どうしてそう思うんだ？聖書に書いてあるのかい？主イエスがそんなことをおっしゃったのか？君が信じるのは聖書なのかい？それとも主イエスか？君の信仰には邪魔なものがたくさんある。宗教界の指導者や聖書知識に枷で縛られてるんだ。それでどうやって神に従えるんだ？どうやって神の出現を確認するんだよ。君の信仰の仕方は愚かだよ。主を心の一番上に置いておらず、主を恐れることもないんだ。なあ、わからないのかい？もうほっといてくれ。教会で急な用事がある。もう行かないと。お待ちになりましたか。長さん、今日の話し合いは東方宣伝についてだとか。そうだ。多くの者が全能神の働きを調べて、その言葉を読み、東方宣伝を受け入れている。ええ、そうらしいですね。東方宣伝は急速に拡大している。今ではもう世界中に広がっているだろう。うん。韓国の主要な新聞やニューヨークタイムズなどでも全能神が発した言葉を掲載していた。宗教界では相当な騒ぎになっていますね。今は全能神が発した言葉や作成した福音映画、ビデオなんかまでネットで見られるようになっている。うん。世界中で東方宣伝を求めて学んでいるものがどんどん増えている。うん。これが続けば私たちの信者だって回収しかねない。苦労して気づいた教会が潰れてしまう。キリスト教総連合会からお達しがあって、東方宣伝を拒絶し教会を守るように言われた。私としては東方宣伝を受け入れた者は皆除名にしたい。ジャンミンさん、今日の集会でそういった声明を出してください。総連合会の決定には反対しないし、総連合会の牧師は神をよくご存知だし、神に仕えてきた方々です。東方宣伝を拒絶せよということなら私たちは従います。うん。ただ私は信仰の自由を信じます。真の道を求めるのは自由であるべきで、教会がそういったことを妨害して簡単に除名をすべきではないと思う。主の御言葉に沿った行動とは思えません。皆さんお早いですね。
どうも。お元気そうで。いやどうも。どうも。よろしくお願いします。お元気そうで。こんにちは。何をそんなに真剣に見てるんです？ああ、全能神教会の歌謡ビデオです。全能神教会の歌だって？そんなのがあるのかい？これがすごくいい歌なんです。一緒に見ましょう。神的显现奇迹，神亲自来到地上做工作，依靠自己的身份，依靠自己的心情，依靠固有的方式，降临在人中间，做开辟时代、结束时代的工作。这种显现不是一种仪式，不是一种迹象，不是一幅图画，不是一种神迹，不是一种大地异象，更不是一种宗教式的过程，而是一种实实在在的人都能触摸得到的，人都能目睹的实际的事实。这种显现不是为了走走过程，不是为了一种短时间的工作，而是为了神经营计划，神经营计划中第一步工作。これはすごいですね。他にもあれば見たいですね。本当ね、素晴らしいわ。全能神教会のホームページにまだまだたくさんありますよ。ええ、ではもう一つ見ましょう。ぜひ。将公义的圣洁的神
将打开经营计划工作地，展示人类奥秘与贵族的神，将创造人类的技术经验工作的神，将一いやー、このビデオには驚きですね。そうね、歌が素晴らしかったわ。画像は心が癒されるし、特に歌詞はとても新鮮ですね。誰があんな実践的な歌詞を書いたんだろう。聞くと心が揺さぶられます。神の出現は人類を救うため、神が受肉することだって初めて聞きました。これは主イエスの出現やお働きと全く同じことでは。私たちは主は雲に乗って現れると思っていました。神の出現には学ぶに値する奥義があるようです。かなり違うけど、神が働くためにまた見えたんじゃないのか。そうかも。思い切って言いますが、私は昨年から全能神の働きをインターネットでずっと注意深く調べていました。全能神の言葉にも触れ、読むほど開きを感じ、真理も理解できました。そしてこれこそが真の道だと確信しました。真の道？真の道？ここの皆さんも全能神教会のビデオを見て、全能神の言葉を聞けば、閉ざされた門の陰で一人孤立したり、主に見捨てられることはない。ああ、そうですか。今までは自分の観念や想像だけを頼りに、主は雲に乗って現れると待ち続けていました。でも未だ雲に乗って来られる主はお見えになりません。まさか人の子として受肉され中国に現れるなど想像だにしていませんでした。真理を示し、人類を清め救うため中国に現れたのです。神の家から裁きの働きを行われ、そして経営計画の奥義をすべて明かされています。私たちが求め、欲し、知りたがっていた真理は全能神の言葉にあります。目が覚めました。完全に主の約束通りです。真理の御霊が来る時には、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。全能神が語られる言葉は、ヨハネの黙示録の予言にある聖霊の言葉そのものです。全能神の言葉と神に選ばれた人の勝利の証は、誰でもネットで検索して読むことができます。全能神の言葉は権威と力がこもっており、真理なので、誰も示された内容を否定することはできません。
終わりの日の全能神の働きは、多くの人がネットで調べて受け入れており、宗教界も目覚め始めている。これこそ全能神は主イエスの再臨という証拠ではないですか。全能神の裁きの働きこそが終わりの日の神の働きなのです。調べて学ぶだけの価値はあるはずです。アーメン。今日の話には真相驚いたわ。主の再来が待ち遠しい。急いで調べてみなくちゃ。イムさんの話は理にかなっていますね。イムさん、調べてみる価値があると言いましたね。全能神が主イエスの再来した姿であり、多くの真理を示し、終わりの日の裁きをしたというが、理解できません。明らかに聖書から逸脱してる。アーメン。神の御言葉は全て聖書にあり、救いの働きは終わっている。アーメン。主が戻られれば天国へ直に招かれるのに、聖書以外にお働きや御言葉が存在しますか。アーメン。ありえませんよ。納得させてもらうまで受け入れられません。イムさん、もう何年も説教して働いてこられたんだ。聖書が全てだとご存知のはず。聖書以外に神の御言葉はない。説教するときにも聖書が全ての基本であり、常に聖書に従うべきです。アーメン。兄弟姉妹にどうしてネットで全能神の言葉を読むよう勧めるんです。主の道から外れることになりませんか。でも素晴らしい内容ですよ。キムさん、最後まで話を聞いてください。これだけははっきりしておきましょう。神の言葉は全て聖書にあり、主の信仰は聖書あってこそなのです。アーメン。聖書を逸脱すれば主に対する裏切りになります。アーメン。今すぐ主に悔い改めて許しを請うべきです。アーメン。主の御言葉は全てこの聖書の中にあり、聖書を逸脱すれば主の道を外れるのです。アーメン。イムさん、主が戻るという予言はすでに成就しており、今がその時ですから。主はすぐにお見えになり、私たちを受け入れるわ。ですから聖書をもっと読んで、聖書を守るよう指導して、主の再臨を待つことが御心にかなうことです。アーメン。そうすれば主に見捨てられないのに、どうして聖書以外の道を受け入れようとするのですか。主の御言葉は全て聖書の中にあり、誰もが聖書以外では発言しないと考えています。では一つ質問です。再臨した主の発言は前もって聖書に記録できますか。この点についてどうお考えです。聖書は全て人間が編集したもので、新約聖書は主イエスが昇天されて300年も経ってから編集されました。皆さんご存知のはずですが、主が再臨された時の御言葉は自動的に聖書に現れてのですか。この点について考えたことは。納得のいく意見です。今までそんなことを考えたことはありませんでした。私もかつては誤った伝統に習い、神の御言葉とお働きは全て聖書にあり、主が戻られても発言や働きはないと信じていました。でも聖書をよく研究して、主が戻れば何か発言するはずだと気づいたんです。主は御言葉を発することで働きをされるのです。終わりの日の働きも同じでしょう。私の羊は私の声に聞き従う。この約束はどうなるのです。だから
主が戻られたら必ず何か発言をされるはずです。でもその言葉は聖書に自動的に浮き出てはきません。立法の時代には神が、恵みの時代には主イエスが働かれ、その時の神の言葉は自動的に聖書に現れたのではなく、お働きの何年も後に人が聖書として編集をしたんです。まだお分かりになりませんか。私たちがそこまで愚かなら、救われるなどもってのほかです。主イエスがお働きをされた時に、堕落した人類は受肉した神を目の前にしても、彼らは本当に神を知ることができないとご存知だったのです。主イエスは言われました。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられないけれども、真理の御霊が来る時にはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。当時の人間は受け止める力が小さかったので、言わなかったことがたくさんあると主は言われました。主は終わりの日に再び来て、人間が理解できない真理を伝えると言われました。神の言葉がすでに聖書にあるなら、この予言は成就しないのでは。黙示録にも多くの予言がある。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。また隠されているマナや子羊が巻物を開くなどもそうです。こうした予言から、再臨した主は確かに真理を示し、神の家から始まる裁きの働きをされることがわかります。天国の例え話や小麦と毒麦の話、羊とヤギ、良きしもべと悪しきしもべの例えにあるように、終わりの日の神の仕事はまだ残されており、まだ語り働かれるのです。主イエスは言った。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は決して滅びることがない。全能神の裁きの働きは、主イエスの再臨の予言を成就しました。これは否定できない事実です。神の御言葉やお働きが聖書だけに書かれ、聖書の他に神の御言葉が存在しないと考えるなら、それは完全に間違いで、人を惑わし神の働きを妨害しています。神の新しい働きを受け入れる邪魔をしているのに、まだこの事実が見えないのですか。御言葉やお働きは聖書の中だけじゃないのね。ええ、おっしゃる通りです。イムさん、私は自分が恥ずかしい。再臨した主はより多く発言すると聖書には書かれているのに、私たちはなぜそれを無視し続けてきたのか。御言葉はすべて聖書にあると思い込みだけで結論を出していた。聖書の他に御言葉も働きもないと考えるのは非常に傲慢だし、もしそうなら予言はどう成就するのです。私たちはとても愚かでした。イムさんの交わりには真理と光があるわけだ。全能神をずっと前に受け入れられた。全能神を調べているなんて何もおっしゃらなかったのに。そうよ、そうだ、たくさんご存知なんてずるいです。ああ、そうだね、ずるいですよね。ずるいですよね。今日のお話を伺って、全能神を受け入れることに間違いはなく、そうよね、真理もとてもよくご存知のようです。そうよ、主の再臨を創造の枠に閉じ込めていました。最も情けないのは、神を聖書の中に押し込み、新しいお働きをしに来られるとは考えもしなかったことです。
それはすべて大きな間違いでした。再臨される主の御言葉や働きが前もって聖書に記録されるはずもなく、こんなことに気づかなかったなんてとても愚かでした。そうですね。全能神の言葉をよく読み、真理をより深く理解することでお働きが見えるでしょう。はい、はい、そうですね。イムさんのお話は間違いなく真理に沿っています。牧師たちは御言葉やお働きはすべて聖書にあり、主の信仰は聖書あってこそと言いますが、間違っていたんですね。なぜ今まで気がつかなかったか、何が問題だったのか。全能神の言葉を明かしすると宗教界の間違いはよく理解できますよね。これは全能神の言葉が真理だということです。真理が物事をはっきりと見分けさせるんですね。アーメン。牧師の聖書の知識を盲目的に信じるのはやめて、真理を追求し、ネットで全能神の言葉をもっと読むようにすれば、神の前に引き上げられるでしょう。アーメン。一緒にネットで見ましょう。それはいい。全能神の言葉をもっと早く調べてたら、とっくの昔に間違いに気がついていたのに。そうですね。本当です。イムさんがもう1年以上も全能神の言葉を調べていたなんて誰も知らなかった。あなたの話には光があり、確かに真理に沿っているようです。東方宣伝は真理を語っているようですし、異を唱えるつもりはありません。しかし牧師たちのほとんどが全能神を非難しており、信者が全能神の言葉や働きを学ぼうとするのを制限しているのです。論理的に言えば、牧師は神に仕えており、神の知識はあるはず。もし東方宣伝が本当に真の道であり、主の出現と働きだとしたら、なぜ牧師たちは率先して調べもせず非難するのです？そうですよ、教えてください。イムさんは宗教界に束縛されたり操られることなく、神の働きを探求する勇気をお持ちです。誰よりも信仰が強いんだ。そうですね。どうして全能神の言葉を探したのです？そうですよ、教えてください。牧師たちが東方宣伝を非難しているのを見て、主の御心に沿っていないと感じたんです。宗教界が東方宣伝を激しく非難する様はただただ傲慢で、何の根拠もなく大騒ぎするだけで思いを強くしました。聖書を不当に引用することさえあり、これは聖霊のお導きではないと思いました。あんなことを言う者は不当な動機と悪意を持っている、何かがおかしいと感じました。東方宣伝が真の道でなければ、どうして悪意ある者があれほど反抗するのか。宗教界や中教が激しく全能神を非難しているにもかかわらず、どの宗派や教派からも真剣な信者たちは全能神に次々と改宗しているのをインターネットで見て、主イエスが働きに現れた時もユダヤ教とローマ政府から迫害と非難を受けた、そのことをはっきりと思い出したんです。しかしどれだけ激しく迫害され妨害されても、それに負けることなく主イエスの福音は異邦人の間に驚くほど広まっていったのです。古代より真の道は迫害された、それでも神から来たものは全て繁栄します。アーメン。全能神は主イエスの再臨である可能性が高いと思いました。真の神の出現と働きだけが
無神論の中教や宗教界からの冷酷な迫害を招くのです。本物の神あるところに迫害ありですね。ネットで見たよ。中国共産党政府の東方先例の迫害はひどい。そうね、本当なのよ。そこで全能神教会のホームページに行ってみました。そうしたら本当に驚きました。全能神が表した言葉は肉において現れるや、映像やビデオや歌なども何でもあって、本当に新鮮でした。全部を見るのに数ヶ月もかかります。そこにある真理や証はまず宗教界にはないものでした。全能神教会の人たちは本当に子羊の宴に招かれるでしょうね。全能神が示した真理は豊かで惜しみなく、6000年の神の経営計画の奥義を全て明かすだけではなく、人間の堕落の起源やサタンがどう人間を堕落させ、どこまで堕落が進んでいるのか、人間の神への反抗の起源や、神が人類をどう救い完全にするのか、なぜ終わりの日に神が受肉され裁きの働きをするのか、その目的と意義を含め、人間が最後にどう分類され、誰が救われて天国に入り、誰が捨て去られるのか、人間の本当の終着点はどこで、どのように神はこの時代を終わらせ、キリストの御国が実現するかなど、全能神の言葉に全て明確に示してあります。終わりの日の全能神の働きは主イエスの予言を完全に達成し成就しています。全能神の言葉は全て真理なのです。人間の心を捉え完全に納得させるのは真理のみなのです。霊と心を持つ者は全能神の言葉を読むと、それが神の声であると確信し、神の御座の前に引き上げられるでしょう。全能神の言葉がこんなにたくさんあるなんて。そうですね、もっと知りたいわ。私には事実が明確になってきました。宗教界の牧師たちがなぜ教会を厳しく統制し、全能神の終わりの日の裁きの働きも頭から非難するのか、なぜ無神論中国共産党政府がネットで流した風評や虚偽を鵜呑みにし、終わりの日の全能神の働きを学び受け入れようとする信者を妨害するのか、サタンの邪悪な意図と計画がそこにあるからです。彼らは恐れたのです。全能神の言葉は真理であり神の声だと人々が気づいたら、みんな全能神に従い始めると思ったのです。なるほど、そうか。古臭い聖書の知識や教義を聞く者は誰もいなくなることを恐れているのです。そうなるとあの人たちの地位も生活も危うくなるので、全能神に激しく逆らい非難するのです。それ以外の理由は考えられません。牧師たちは自分の地位や生活を守ろうとしているんだ。そうね。終わりの日の神の働きは人の正体を暴きます。本物の信者、偽信者やただ腹を満たすだけの未信者が暴かれている。終わりの日の全能神の働きを受け入れる者は全て賢い乙女で、神の玉座に引き上げられ、そこから流れ出る命の川で潤され、神に直接救われるのです。この者たちは終わりの日に神が作った勝利者で、終わりの日の神の働きを拒む者はきっと見捨てられるでしょう。真の道を求め学ぼうとしないのなら、大災害で歯ぎしりして嘆き悲しむでしょう。そうやって神は終わりの日に人の正体を暴くんですね。我々が考えていたのとは違うな。神は本当に知恵がある。イムさんの話はとても重大だし、顔色がある。
全能神がこれほど多くの真理を示さなかったら、イム長老の話はあんなに明確で鮮明ではないだろう。これは全能神の道を調べてみる価値はありそうだ。はあ、なんて愚かだったんだろう。イム長老は真の道を求め続け、あれだけのものを得たのに私は何も知らなかった。なんて愚かで無知だったんだ。全能神は主イエスの再来なのだろうか。神の言葉でないのなら、こんな短期間であんなに進歩できるはずがないだろう。私は遅れをとっている。ダメだ、急いで学ばなければ。そうでないと主に見捨てられるぞ。イムさん、お話を聞いて嬉しくて仕方がない。全能神があんなに真理を示して、たくさんの人が神の声を聞き御座の前に引き上げられたのに、私は何も気づいていなかった。無神論の宗教と宗教界が全能神を激しく非難して抵抗し、全能神教会に対する噂を流し罪をなすりつけ中傷するのを見ました。これは神が出現され働かれているからだと、なぜわからなかったのだろう。古代より真の道は常に迫害されてきました。神が現れるとサタンの勢力は激しく非難して抵抗し、神が選んだ者に対し残酷な迫害をする。私はなんて鈍感なんだ。明らかなのにこれがわからなかった。今まで牧師の言うことだけを聞いて、東方宣伝に耳を傾けず、状況を見ず、宗教指導者に支配されたのは愚かさと無知のせいです。もう閉じこもってはいられない。すぐに全能神の終わりの日の働きを求め学びましょう。アーメン。うん、ヤンさんのおっしゃる通りです。今まで盲目的に牧師の言葉を信じ操られていました。神の信仰は聖書が土台になっており、神の言葉は全て聖書に記録されていると考えていました。今考えるとこれは少し問題だし、そうね、欠陥があります。主イエスが来て言葉を語られるなら、それは聖書に記録されるのでしょうか。真理の御霊が語り始めても聖書には自動的に現れたりしません。私は愚かにも見抜けませんでした。宗教界の牧師たちの見解には実際に問題があり、このような誤った見方に操られるべきではありません。そうね。神の現在の言葉は否定できませんが、聖書の言葉も神の言葉なのでは。信仰が聖書に基づいていても間違いではないはず。これについて教えてください。お願いします。教えてください。ですが、私が全能神の言葉を読み始めてまだ1年しか経っていません。その理解は非常に浅いのです。私が説明できないこともたくさんあります。ですから全能神教会に行って証人の話を聞くのが一番いいと思います。そうですね。名案です。今だから言いますが、全能神を信仰している友人がいまして、全能神の終わりの日の働きを証ししてくれたんですが、拒んでしまいました。そのことは本当に後悔しています。全能神の福音をもうお聞きに。もっと早くおっしゃってくだされば、今では相当勉強が進んでいましたよ。全く恥ずかしい限りです。あの時から始めていれば今ではかなりのものだったでしょう。ええ、そうね、ええ、今ここで全能神の言葉をお話を伺って、それが真理だと分かりました。私も学びます。遅れを取り戻したい。はい。
明日みんなで全能神教会に行きましょう。行きましょう。はい。ようこそ。チャミンさん、よく来てくれたな。久しぶりだね。ようこそ。元気そうで。いや、どうも。イムさんです。はじめまして。よろしく。お世話になります。こちらはヤンさん。どうも。ジョン・ジソクです。はじめまして。どうも。お世話になります。どうぞ、中へ。こんにちは。まさか君が来るとはね。イムさんの全能神の話を聞いて考え直したんだ。どうも。こんにちは。どうも。もう来てたんですね。皆さん、中へ。こんにちは。今言われた聖書の言葉の全てが神の言葉とは限らず、人間の言葉もある。それは事実なので否定はしません。ただ宗教界の牧師たちはこう言います。神の働きや言葉は全て聖書にあり、聖書は神に霊感を受け、聖書の言葉は全て神の言葉で、聖書が神を代弁すると、そう教わりました。この見解は私の信仰の根底を成したものです。しかし、お話を聞いていると間違っていたかもと考えるのです。それがきちんと理解できないと、神の出現と働きを調べることに直接影響を与えるでしょう。全能神の終わりの日の働きを経験され、真理をより理解しておられるでしょう。ぜひ詳しく教えてください。お願いします。我々が受け取っているものの何が問題だ。テモテへの第二の手紙の中で、パウロが聖書は神に霊感を受けていて、聖書の言葉は全て神の言葉だと言っている。パウロがそう言っているのに間違っているわけがないでしょ。アーメン。宗教界では多くの人がパウロが言ったように、聖書は神に霊感を受けたものだと信じています。しかし、土台になっているものを誰も調べようとしません。人々がパウロを崇拝し、盲目的に信仰するがために生じた見解なのです。どなたかパウロの発言が神の言葉に沿っているかどうか考えたことがありますか？主イエスの言葉に基づいていますか？聖霊がそれを認めましたか？盲目にパウロを信じ、聖書は神に霊感を受けたものと思い込んでおられますが、それは主の言葉や真理に沿っていますか？パウロの言葉に主イエスや聖霊の言葉の裏付けがあるのならば、受け入れて従うことができます。そうすることが主の意図と一致しますから。しかし、皆が知っての通り、パウロは神に逆らい、主イエスに対して逆らい反対しました。主イエスの働きに対抗する首謀者だったことは事実です。主イエスはパウロを福音を伝える使徒として選びましたが、パウロはただの人間です。ですから彼の言葉は間違いなく人間の言葉なのです。主イエスは神ですが、十二使徒や弟子は人間でした。ですから、十二使徒や弟子と主イエスと比較することは到底できません。つまり、人間の言葉が主イエスや聖霊の言葉に裏付けされていないのなら、それが誰であろうと盲目的に受け入れてはいけません。そうです。そうしないと、とんでもないことになりかねません。パリサイ人が主イエスに逆らい非難したとき、多くの者がそれの非難に同調し、主イエスを拒みました。彼らは主イエスに逆らったために神に滅ぼされ非難されました。我々はそこから学んだのではないのですか？
皆さん、聖書にはヤウェ神の言葉、主イエスの言葉、聖霊の言葉、預言者が伝える神の言葉、ヨハネの黙示録の預言は神の言葉で、その他は人間の記録や手紙が書かれています。つまり神の働きの証しとしてこのようなものが聖書に記録されていますが、重要なのはその人間の言葉を神の言葉と混同しないことです。人間の言葉は人間の言葉でしかなく、よって神の言葉だけが本物の神の言葉です。なので聖書にある人間やサタンの言葉も神の言葉とみなすと、神を抽象し冒涜することになります。聖書は神の霊感を受け、すべては神の御言葉であるという考えは事実に反しているのです。今おっしゃられた内容は客観的事実と完全に一致しますね。聖書の中には本当に神と人間とサタンの言葉があるし、それは事実です。作り話じゃなくて本当の話よね。なぜ今まで気がつかなかったのかしら。この人たちの聖書の見方は正しいと感じるわ。私たちは本当に愚かでバカだったわ。全能神の御言葉を少し読みましょう。私が読みましょう。実際、預言の書以外旧約のほとんどは歴史的記録である。新約の書簡のいくつかは人々の経験に基づいたもので、またいくつかは聖霊の開きによるものである。例えばパウロの書簡は一人の人間の働きから生まれたもので、聖霊の開きの結果であった。それらは教会宛てのもので、教会の兄弟姉妹への勧告と激励の言葉だった。聖霊の語った言葉ではなかったのである。パウロは聖霊の代わりに語ることはできなかった。また彼は預言者でもなかったし、まして幻を見てもいない。つまりパウロの書簡はエペソ、ピリピ、ガラテヤ、その他の教会に向けて書かれた。だから新約のパウロの書簡はパウロが諸教会に向けて書いた手紙で、聖霊の霊感によるものではないし、また聖霊が直接語ったものでもない。彼は当時の教会の使徒としての働きをした。彼は主イエスに用いられた働き手だった。そして教会の責任を与えられていた。彼は教会の仕事を行うように任じられていて、兄弟姉妹の状況を調べなければいけなかった。そのために主においての兄弟姉妹全てに手紙を書いたのだ。彼が人々に向けていった信仰を養い、確信に満ちた言葉は皆正しかったが、それは聖霊の言葉を代弁していたのではないし、パウロにも神の代理はできなかった。一人の人間の経験の記録や手紙を聖霊が諸教会に向けて語ったものとして扱うのは馬鹿げた解釈であり、ひどい冒涜である。もし人々がパウロの書いたような手紙や言葉を見て聖霊の言葉として神のように崇めるなら、それはあまりにも分別がないということになるだろう。もっと厳しい言い方をすれば、これは冒涜以外の何者でもないのではないか。どうして人間が神に代わって話せるのか。人々はその人の手紙やその人が語った言葉の記録をまるで聖なる書か天の書であるかのようにその前にぬかずくことができるのであろうか。神の言葉は人間が何気なく口にできるものなのか。どうして人間が神に代わって話せるのか。全能神の言葉はこのようにとてもはっきりしています。聖書には神だけではなく様々な人間の言葉もあります。皆さんもご存知の通り、それは事実なので尊重して読めばいいのです。大切なのは正しく見分け聖書を扱うことです。
しかし信者の多くが聖書は全て神の霊感を受けて書かれたものであるというパウロの言葉を信じ、聖書に記録があるものは神の御言葉だと強く思い込み、人間やサタンの言葉まで神の言葉だとみなしています。問題がわかりますか？神に逆らい冒涜していることになりませんか？人間が語った言葉は聖書にそうだと明確に記してあるのに、なぜそれを神の言葉だと信じるのですか？もし人間の言葉が聖書に編纂されたら神の言葉になるのですか？そんな理屈が通りますか？聖書には古代の蛇、すなわちサタンの言葉もあるのに、これも神の言葉だと言えますか？聖書の言葉が全部神の言葉であると考えている人々は完全に間違っているでしょう。たとえ真理を理解していなくても事実を全く逆にし捉えるべきではありません。驚いた。何年も信仰して聖書を読んできたけど、聖書にある人間の言葉が神の言葉だなんて事実をねじ曲げていますよね。そんなこと恥ずかしくて言えない。そうよね。どれが神の言葉でどれが人間の言葉かなんて聖書にははっきりと書いてあるのに、聖書は全部神の言葉だなんて、私たちは愚かで無知ね。パウロの言葉にみんな騙されていたのよ。そうね。そうですね。神の言葉だけが真理であり道であり命であることはご存知の通りで、人間が語る言葉も真理に沿っていれば神の言葉の経験と認識によるものと言えます。しかし聖霊の開きと光を受けていても、それは人間の言葉です。それらの言葉は神の言葉とはとても比較になりません。神の言葉は神の性質の表現であり、それが神のものであり、それが神の存在そのものであり、前向きで人間の命になるものです。真理と一致する人間の言葉は神の言葉と真理に対する経験と理解によるもので、その人の霊的背丈を表します。しかし神の言葉が表す真理は決して人間が完全に体験し得るものではないことははっきりとしておくべきです。神の言葉や真理についていかに深い認識があっても、人間の言葉は真理の本質には及ばないのです。人間の言葉は真理に沿っていても真理とはみなされません。真理と一致する言葉を語ったとしても、その人が真理を得ているとは言えない。その人が真理そのものだとはなおさら言えない。聖霊は人間の霊的背丈に応じて働き、開き、導き、真理を徐々に理解して現実のものとさせます。だから神に用いられた者が語る真理に沿った言葉は真理に対する限られた経験と理解でしかなく、真理の本質とは全く異なります。真理に沿う言葉は人に少しの恩恵を授けますが、それが人の命になったりしませんし、神の言葉と比較しうるものになるわけではありません。全能神の御言葉を少し読みましょう。全能神は言われます。聖霊の開きによる言葉はすべて神の言葉を表すものではなく、真理を表すものでもなく、真理に付随するものでもありません。これらの言葉を語る人々は真理をある程度理解し、聖霊の開きをある程度得ているだけです。真理は神自身の命で、神自身の性質を表し、神自身の本質を表し、神の中にあるすべてのものを表します。したがって聖書の中の神の言葉と人間の言葉は混同してはいけません。宗教界の多くの牧師の説教は神の言葉には従っていないのです。聖書の中の人間の言葉に基づいており、聖書の人間の言葉を真理とみなして人に実行させ遵守させています。そのため混乱が生じるのです。人間の言葉は人間の命にはなりません。神の言葉だけが人間の命になるのです。
牧師は常に聖書の人間の言葉を人に実行させ遵守させていますが、これは本末転倒では？神を崇拝し証しをすることになりますか？聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものとはパウロの言葉です。神が聖書をこのように認めたことはなく、聖霊もそんなことは言っていません。預言者も使徒もそんなことは言っていませんよ。パウロが言った聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものとはパウロ個人の見解であり、神の言葉では証明されていないのです。聖書は神の霊感で書かれており、全部が神の言葉なので、聖書が神を代弁すると考えるのは間違いです。この事実をはっきり確認し、正しく聖書を扱えば神の御心にかなうでしょう。宗教界の牧師はパウロの言葉を信じ、聖書は全部神の言葉だと言っているが、馬鹿げたことだ。聖書をそんな風に扱うと人を惑わし誤解を招くでしょう。そうだ、宗教界の牧師も聖書を理解できていないし、どれが神の言葉でどれが人間の言葉か区別もできないで、聖書を盲目的に馬鹿げた解釈をするなんて本当に信じられない。盲人が盲人を手引きして二人とも穴に落ちてしまうのと一緒です。我々は真理が分かっていないから騙されやすかったんです、うん、こうして全能神の言葉を聞いてやっと分かりました。聖書のすべてが神の言葉ではないのですね。そうだわ。聖書の中の人間の言葉を神の言葉として扱うのは神を中傷し冒涜する行為ではないですか。私たちはとても愚かで無知でした。うん。主はこう言われた。私は道、真理、命である。私によらないでは誰でも父の身元に行くことはできない。主イエスのこの言葉に耳を傾けず、なぜパウロの言葉を神の言葉として扱うのです。それが真理であるかのように崇拝するのは主を信仰していることになりますか。聖書を信仰し主イエスではなくパウロを崇拝しています。私たちはパリサイ人と同じ道を歩んでいませんか。全能神の言葉を聞かなかったら宗教界の指導者に騙され暗闇に陥ったことを我々は知らないままだったでしょう。お話を聞いて啓発されました。パウロの言葉は人間にとって大変有害ですね。私たちは真理を知らず見分けもつかないから、盲目的にパウロを崇拝し知らないうちに主の道から外れていたんです。でもやっと信仰は神の言葉が全てだと分かりました。アーメン。今後その人の地位や名声がいかに高くても、語ることが神の言葉によらず真理に一致しないなら、それは人の言葉であり異端とみなされるべきです。アーメン。それが神を真に信じることであり御心にかなうのです。そうですね。神の言葉は全て真理であり、神の性質、神そのものなのです。真理に合致する人間の言葉は神の言葉から来る啓発であっても、神の言葉の認識と経験に過ぎず、真理の本質からはほど遠く真理ではありえないのです。人間と神の言葉は比較することは到底できないことです。私たちは今まで聖書の神と人間の言葉の区別がつかないまま人間の言葉を神の言葉として扱っていたのです。集会で説教をするときは人間の言葉や使徒の言葉など人間の言葉を神の言葉として受け取っていました。そうね。守るよう信者に話していたのも
人間の言葉だったのです。神の言葉は上辺だけになり、それでも主に忠実であると勘違いして、実は何も分かっていなかった。そうなんです、パウロの。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものという言葉を疑いはしませんでした。聖書の言葉を疑うことは神を疑うことだと思っていました。今日ここで皆さんのお話を聞いて理解できました。聖書のすべてが神に霊感を受けているわけではなく、すべてが神の言葉ではないので、誤った考えを受け入れてきたことに気がつきました。今ではまるで雲が去り、日差しを浴びたように真理が見えてきました。アーメン。全能神の言葉で真理が理解できて、解放されて自由になりました。アーメン。本当に素晴らしいわ。ためになるお話よね。全能神の言葉を聞いて気持ちが楽で自由になりました。すべては神の祝福ですね。アーメン。アーメン。さあ皆さん、一緒に賛美歌を聴きましょう。はい、はい、では画面をご覧ください。はい、见了神的可爱，我与神的爱日益密切，我心因神而快乐。神的美丽使我着迷，我心紧紧贴着神，我心对神爱不够，心底里满了赞美的歌。在这迦南宝座。
素晴らしい賛美歌だ。嬉しくなってきた。カナンの予期地での生活みたいだ。ええ、羨ましいわ。神の御言葉を楽しんで神と共にいるからあんなに幸せで楽しそうなのね。本当だわ。でも私たちも神を信仰しているのに気が沈んで死を感じられないのはなぜだ。もう聖書に固執しないことよ。でないと主をお迎えして子羊の婚宴に招かれる機会を逃してしまう。皆さん話を続けましょう。何か質問があれば一緒に考えます。ねえ、さっきのどうだ。今日のお話は納得がいくし事実でしょう。聖書全部が神の言葉ではないのですね。そして人の言葉やサタンの言葉もあることは分かりました。事実です。ですが私は神の言葉や働きは全て聖書に記録してあると信じています。それは動かしようのない事実だからです。アーメン。ですから信仰は聖書を基本とすべきなのです。聖書の他で信仰するなど受け入れることはできないのです。アーメン。皆さんは聖書の他に神の言葉や働きがあるとでも言えるのですか？神の言葉と働きはすべて聖書の中にあると信じていますが、これを否定できますか？これについてお答え願いたいです。その通りです。聖書には神の言葉以外に人間の言葉もあることには異を唱えません。しかし神の言葉も働きもすべて聖書に記録され、聖書の他にそれは存在しないのです。アーメン。信仰は聖書があるからこそ成り立つのです。アーメン。それが間違いとでも？宗教界の多くの信者たちが神の御言葉やお働きはすべて聖書にあるから聖書の他には存在しないと考えていますが、これは事実と言えますか？立法の時代のヤーウェの働きが一つ残らず聖書に記録してあると言えますか？恵みの時代の主イエスの言葉や働きがすべて聖書に記録されていると保証できますか？つまりこの見解が事実に反しているとどういうことになりますか？神を見下し限界を敷き冒涜することになりませんか？神の性質を犯すことになるのでは？皆さん、これは覚えておくべきです。神が各段階の働きを終えて何年も経ってから、聖書は神に奉仕したものが編集したのです。欠落や削除があったことは避けられません。旧約聖書に記録のない預言者の言葉は、第二聖典にまとめてあります。新約聖書でも主イエスの言葉は私福音にはあまり記録がなく、3年間も説教して働かれたので、語られた言葉は聖書の記録をはるかに超えていることは明らかでしょう。これは誰も否定できない事実です。聖書にイエスのなさったことはこの他にまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思うとあります。そして、聖書にない使徒の手紙もいくらかあります。主が戻られたら、より多くの発言をされ、働きをされるでしょう。それがすでに聖書に記録してあるというのですか？聖書には主イエスが戻るという予言はありますが、その言葉や働きはまだ書かれていないのでしょう。したがって聖書の中にある神の言葉は限られているのです。そうよ。本質的には神の命の海の一滴のみで、神の命の1万分の1、1兆分の1でしかないのです。その通りだ。聖書にはっきりありますが、世界も主イエスの言葉と働きを収めきれない。
それなのに聖書の他には神の言葉も働きもないとするなんて明らかな嘘ではありませんか。聖書の記録は非常に限られているのですよ。そうですね。それでもまだ皆さんは神の言葉や働きのすべてが聖書に記録してあるというのですか。聖書の他にそれは存在しないと言えるのですか。それはあまりにも独断的で事実に全く反しています。このような理屈を利用して多くの人が聖書こそが信仰の土台であると言いますが、正確には違うのです。聖書に頼り信仰をすることは正しいのですが、それだけではなく聖霊の働きを確認しながら信仰の道を歩むことが最も大切で、そうすれば神に認められるでしょう。聖書だけに頼り聖霊の働きがないと聖書の真理が理解できますか。神が理解できますか。神の言葉を間違って理解し聖霊の啓発がなければ簡単に道に迷うと皆さんも思いませんか。それが本当に深刻な問題なのです。聖霊の働きがないのに信仰しても真理もわからないし神も本当に理解できません。聖書をたくさん読んで説教を聞いても真理もわからず現実を知らないままでしょう。聖霊の働きがないのに信仰をしていても何も得るところがないのです。同感です。聖霊の働きがないのに信仰して聖書を読んでも何も理解できません。そうなんです。宗教界の牧師や神学校の教授たちは人間的な理屈で聖書を説明し神に逆らうものになっていますね。彼らはパリサイ人のように聖書を読み規則は守るけれども神については何も知らないのです。表向きは信心深そうですが神に対する畏敬は全くないのです。主イエスが働くため出現された時パリサイ人は主に逆らって非難したので結局神に呪われました。これは何を意味しますか。神の信仰は聖書だけでいいのですか。パリサイ人の苦い教訓は聖書だけの信仰は十分ではなく聖霊の働きこそが最も重要であることを教えています。聖霊の働きがなければ何年信仰していようと無駄であり命は得られません。それは誰にも否定できない事実です。神を信じることは聖書だけを信じることで聖書から逸脱することは神を信じないことという理屈は全くの間違いで馬鹿げた見方と言えるでしょう。これは聖書の神の言葉でも明らかです。万軍のヤーウェは仰せられる。これは牽制によらず能力によらず私の霊によるのである。詩編にもあります。ヤーウェが家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しい。ヤーウェが町を守られるのでなければ守る者の冷めているのは虚しい。これは聖書の有名な二節ですが信者なら誰でも知ってるはずです。神の信仰は聖書だけを元にしていればいいのですか。答えは明確です。聖霊の働きと神の実際の言葉こそが信仰の中心です。そこから真理と命を得るのです。多くの人は聖書を理解していないのです。聖書に永遠の命があると信じて無駄に聖書に固執します。これはとても愚かな考えです。主イエスも言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。しかもあなた方は命を得るために私のもとに来ようともしない。私は道、真理、命である。私によらないでは誰でも父の身元に行くことはできない。
神が創造主であることは信者であるなら当然よく知っていることであり、神はすべてを掌握して支配し、すべての命の源であり、無限の知恵であり、未知なるものです、うん、聖書は神の働きの歴史を記したもので、神の働きの2つの段階の証に過ぎません。つまり聖書は聖書であり、神は神なのです。聖書と神は別の存在で、決して比較などできません、うん、聖書が神を代弁したり人間を救ったりすることはできません。つまり神だけが人間を救えるということです、うん、もし聖書が人間を救えるのなら、なぜイスラエル人は何千年もきちんと聖書を読んで盲目的に崇拝してきたのに、メシアに救ってもらう必要があるのですか。もし聖書が人間を救えるのなら、聖書に固執していたパリサイ人はなぜ主イエスを非難して逆らい、神の敵である反キリストになったのでしょう。これは聖書が人間を救えないという揺るぎない確固たる証拠で、聖書は単に神の証をするものなのです、うん、聖書に固執するだけで神の働きに従わなければ救われることはありません、うん、神を信じる私たちがその働きに従い、神の御言葉を体験して実行すれば、聖霊の働きを受けて真理と命を得られるでしょう。このような理由で聖書は信仰の参考としてとどめるべきであり、決して信仰の根拠にすべきではないのです。このように聖霊の働きと神の実際の言葉こそが信仰の中心で、このような考え方が最も大事な原則なのです。もしこの常識が理解できないのであれば、あまりにも無知すぎます、うん、だから人間が聖書を偶像化したり主の代わりに扱ったりするのは、神に真っ向から逆らい冒涜することです。ただ盲目的に聖書だけを信じて崇拝したとしても、主を崇めることをせず主に従おうとしないのなら、どうして真の信者だと言えるでしょうか。それなら偽善者パリサイ人とどう違うのですか。つまりもし人々が聖書の秘める真実と聖書と神の関係を理解していなければ、神を信仰しても容易に真の道からそれ迷ってしまうでしょう、うん、その通りだ。これは本当に勉強になると思わない？確かに人間を救えるのは神だけだわ。聖書には救えないのよね。神に従って神を崇めることが神の望まれる信仰なのよね。その通り。聖書ばかりにしがみついて神の働きを図ろうとしていると、私たちだってパリサイ人のように神に逆らうことになるわ。本当にそうね。では全能神の言葉をもう少し読みましょう。全能神は言われます。聖書というのは歴史的記録であり、神の以前の二段階の働きについての証である。しかし神の働きの狙いについては何も教えていない。聖書を読んだことのある人は皆、そこには律法の時代と恵みの時代の二つの段階での神の働きが記録されていることを知っている。旧約聖書はイスラエルの歴史や創造の時から律法の時代の終わりまで、ヤーウェの働きを記録しているものである。新約はイエスの働きの記録であり、これは四福音書とパウロの働きに収められている。これらは歴史的記録ではないのか。もし律法の時代の働きやイスラエル人がどのようにヤーウェの道に従ったかを見たいのなら、旧約を読まなければいけない。恵みの時代の働きを理解したいのなら、新約を読まなければいけない。しかし終わりの日の働きについてはどうすればいいのか。今日の神の導きを受け入れ、今日の働きに入らなければいけない。これが新たな働きであり、誰もあらかじめ聖書に記録していないからだ。
今日、神は中国で肉となり、そこで新たな民を選び出したのである。神はこれらの人々の間で働き、恵みの時代の働きから続いて地の働きを続けるのだ。今日の働きの道は人間がかつて歩んだことのないもので、誰も見たことのないものである。それは誰もしたことのない働きであり、それは神が地上で行う最新の働きだ。だから、かつて行われたことのない働きは歴史ではない。なぜなら、今は今であり、まだ過去になっていないからである。聖書が書かれて以来、人々の主への信仰は聖書への信仰である。人々は主を信じるという代わりに聖書を信じると言った方がいい。聖書を読み始めたというよりは、聖書を信じるようになったという方がいい。そして主の前に帰ったというよりは、聖書の前に帰ったという方がいいだろう。このように人々はまるで聖書が神であるかのように崇め、それが自分の命の源で、それを失うことは命を失うことであるかのようだ。人々は聖書を神と同じくらい高いものと見ているが、神より高いと思う人々さえいる。人は聖霊の働きがなくとも、たとえ神を感じられなくとも生きていける。しかし聖書をなくしたり、聖書の有名な証拠をなくしたりすると、すぐにまるで命を失ったかのようになる。どちらが偉大なのだろう、神かそれとも聖書か。どうして神の働きが聖書に沿ったものでなければならないのか。つまり神には聖書を超える権利がないということなのか。神は聖書から離れて別の働きはできないのか。なぜイエスとその弟子たちは安息日を守らなかったのか。もし安息日を守り、旧約の掟を実践するためであったのなら、なぜイエスは安息日を守らなかったのに、足を洗い、頭を覆って、パンを割り、ワインを飲んだのか。これは皆、旧約の掟にはないことではないか。イエスが旧約を遵守したなら、なぜそうした教義に違反したのか。あなたは神と聖書と、どちらが先に来たか分かっているはずである。神は安息日の主であると同時に、聖書の主でもあるのではないか。もう一節読みますよ。画面を見ましょう。読んでもいいでしょうか。どうぞ。全能神曰く、聖書は人間の歴史に数千年存在してきた。そして人々は皆聖書のことを神のように扱い、その結果終わりの日の人々は神を聖書と取り替えるほどになっている。これは神が真に嫌悪することである。故に神は空き時間に聖書の内部事情と起源を明瞭に説明しなければならなかった。そうしなければ聖書は人々の心の中で依然として神の代わりとされ、人間は聖書だけの言葉に基づいて神のなせる技を非難し評価するのだ。聖書の本質構造、そして欠陥に関する神の説明は決して聖書の存在を否定するものでも、聖書を非難するものでもない。むしろそれは人々が聖書に対して適切で正しい見方をし、聖書を崇拝するのをやめ迷わないように合理的に示し、聖書の元来の像を復元し、
聖書に関する人々の誤解を訂正するものである。人々は自分たちの聖書への盲目的な信仰が神を信じることだと誤解し、聖書の背景や弱点を正面から見ようとしない。聖書の罠を捨て去ることができないならば、人々は決して神の前に来ることはできないであろう。神の前に来ることを望むのであれば、まず自らの心から神の代替となり得るあらゆるものを払拭する必要がある。そうすれば神は満足できるであろう。ここで神は聖書を説明しているだけであるのだが、聖書以外にも人間が本当に多くの物事を間違って崇拝しているということ、そして人間が崇拝しないものだけが真に神に由来するということを忘れてはならない。神は単に霊として聖書を用い、人々に誤った道へ進まないように、人々が神を信仰し神の言葉を受け入れるときに、再び極端な考えに走り困惑に陥らないように注意を促しているのである。ここまでにしましょう。全能神は聖書の内情について本当に明確に説明してくださっている。神は創造主で実在して生きています。聖書は神の過去の働きを記した単なる歴史書で、神とは全く比較になりません。神の最初の二段階の働きや言葉を記録しているに過ぎません。終わりの日の神の言葉や働きは自動的に聖書に現れません。長年主を信仰してきたのに、こんなこともわからなかったとは。聖書を主と同じように扱い、信仰は聖書が土台であると信じて、私は本当に愚かだったと反省します。今まで無茶な信仰をしていました。混乱していたのです。全能神の言葉を聞かなかったなら、聖書と主の関係を知らずに信仰を続けたでしょう。本当にそうね。全能神の言葉は本当に真理です。その通り。聖書というものは単に神を証ししているだけのもので、その最初の二段階の働きを記録しただけに過ぎないのだと全能神の言葉が示しています。聖書の価値と貴重さというのは、神の最初の二段階における働きの言葉が記録されていることです。つまり神がすべてをどう創造し、人類をいかに創造して導いて、どう人類をあがなったのか、聖書の神の言葉を通して人類が神を理解することができるように助けてくれるものなのです。聖書の記録があるから、多くの人が神への信仰を始め、神がすべてを創造したと受け入れるようになり、かつ神の言葉を求め神の足跡を探ることができるので、それが人類に恩恵をもたらす聖書の価値だと言えるのではないでしょうか。しかし神の働きは常に広がり続けており、神の最初の二段階の働きだけでは人類を救うことはできません。経営計画のためには三段階目が必要なのです。ただ聖書にだけ固執して終わりの日の神の裁きの働きを拒むと、とんでもない損失になります。神が私たちのことを清めて救い、そして完全にするという働きは、主に終わりの日の裁きの働きで達成されます。ですから終わりの日に神が示された真理は、人類が清められて救われ、天の国に招かれるためにはとても重要なのです。主イエスが再臨した時、主を受け入れた者は宴に招かれるだろうと、どうして主は予言したのでしょうか。主が言われた、子羊の婚宴に招かれた者は幸いである。見よ、私は戸の外に立って叩いている。
誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って、彼もまた私と食を共にするであろう。つまり神が人類を真の人間として清め、完全にし、人間の心と神の心が一つになり、決して離れないようになることが、ここでいう婚宴の意味です。そのため終わりの日に全能神が人々を清めて救うために、真理をすべて示されたのです。神の声を聞いて、それを受け入れ従う者は、賢い乙女であり、玉座の前に引き上げられ、子羊の婚宴に招かれて、玉座から流れる命の水で潤されるのです。このように、彼らは終わりの日に神の裁きと清めを受けることによって、罪の束縛から放たれ変わり、神により勝利者にされるでしょう。このような人は神から最も祝福され、永遠の命を得て天国に入るものになります。神に感謝します。すごくわかりやすいお話ね。そう、聖書にある神の最初の2段階の働きだけを重視して、終わりの日の全能神の裁きの働きを受け入れなければ、昼は罪を犯し、夜は悔い改めるという生活になります。そうして神に反抗し逆らい、神の意志に反してしまうのです。清めと救いが得られずに、一体どうやって天国に入り、永遠の命を得られるのでしょう。違いますか？だから、清めと救いを受け、天国へと招かれたいと願うのなら、聖書を手放し、終わりの日の全能神の裁きの働きを受け入れてください。それにより聖霊の働きを受け、真理を理解して受け取り、堕落した性質を取り除き、神の御心にかなうものとなり、天国に招かれ、永遠の命を得られるのです。ということは、全能神の終わりの日の働きを受け入れれば、神の御座の前に呼ばれ、子羊の婚宴に招かれるということね。これはまさに奥が深いな。全くです。もし聖書のみに基づいた信仰で、聖書の文字や規則に拘束されたまま、神の最初の二段階の働きだけに固執して足踏みしていたのでは、神の働きのペースについていけず神に見捨てられます。すなわち、終わりの日に神に清められ、救われ、完全にされる、その機会を失い、そして神の救いの働きから完全に離れてしまいます。さらには、この者たちの努力は無駄になり、神に捨て去られるのです。このような者たちは神の目には裏切り者の無信心者であり、悪人として扱われることでしょう。つまり、このような者たちは主イエスに逆らって非難したあのパリサイ人と同じように、最後には神に呪われてしまい、そして罰せられることになるのです。主の言葉では、私に主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名により預言しました、あなたの名により悪霊を追い出し、あなたの名により多くの技を行いましたと言うだろう。その時、私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない不法を働く者どもよ、言ってしまえ。主イエスはこのように言われたのです。これは明らかに聖書にばかり固執し、終わりの日の働きを受け入れない者が最後にどうなるかを示しています。今まで聖書に基づいた信仰をして、聖書に従えば主が再臨したとき天国に行けると思っていたけれど、これは間違った考えだったようだ。本当にそうね。では全能神の言葉をもう少し読んでみましょう。画面をご覧ください。全能神は言われます。終わりの日のキリストは命をもたらし、変わることなく永遠に続く真理の道をもたらす。この真理を通して人は命を得ることが可能になり、この真理を通し神を知り、神によしと認めてもらえるのだ。あなたが
終わりの日にキリストが与える命の道を求めないのなら、あなたは決してイエスに良しとされることはできず、天の国の門をくぐる資格を得ることはない。なぜなら、あなたは歴史の操り人形であり、歴史に囚われた人だからだ。規則や文字に支配され、歴史に束縛される者は、決して命を得ることはなく、永遠の命の道を得ることはできない。なぜなら、彼らが持っているのは、玉座から流れる命の水ではなく、何千年も滞留したままの濁った水でしかないからだ。命の水を与えられない者は、永遠に死体であり、永遠にサタンのおもちゃであり、地獄の息子たちである。そのような者が、どうして神に会うことができようか。あなたが過去にばかりしがみつき、足踏みをしながら現状を維持しようとし、現状を変えようとせず歴史を捨てようとしないなら、あなたは神に常に反することになるのではないか。神の働きの段階は押し寄せる波や轟く雷鳴のごとく、広大で力強い。それでもあなたは自分の愚に固執し、座して自滅を待っている。このままで子羊の足跡をたどるものとみなされるだろうか。あなたが神として手放さずにいるものが、常に新しく古くなることがないと証明できようか。あなたの黄ばんだ本の言葉が、あなたを新しい時代に運んでくれることがあろうか。神の働きはどう進めるべきか求めるように、それらがあなたを導くのか。そしてそれらがあなたを天国に引き上げられるだろうか。あなたの手に掴んでいるものは、束の間の慰めを与えられる文字でしかなく、それは決して命を与えられる真理ではない。あなたが読む言葉は、あなたの舌を肥やすだけのもので、人生を知る助けとなる知恵の言葉ではなく、あなたを完全にするような道でもない。この食い違いを見て、あなたはよく考えようと思わないのか。そこに含まれる奥義を理解させてはくれないだろうか。あなたは自分を天国に引き上げ、神に会わせることができるのか。神が来なくても、あなたは自らを天国に引き上げ、神と共に家族の幸福を楽しむことができるのか。あなたは、いまだに夢を見ているのか。それなら、私は進める。夢を見るのをすぐにやめようと。そして誰が今働いているのかを見ようと。誰が今終わりの日に人を救う働きをしているのかを見ようと。そうしなければ、あなたは決して真理を得ることはなく、決して命を得ることもない。一旦止めましょう。全能神の御言葉とお話を聞いてさらに理解することができました。信者は聖書からは離れてもいいですが、神からは離れてはならないのです。神から離れたら私たちは枯れて死んでしまいます。何年間にもわたり牧師に騙され、ただ聖書にばかり固執して、全能神の終わりの日の働きを拒み、暗闇の中に落ち、主の存在を感じることができずに、聖書を読んでも光が差さない、精神的に暗くなって、よく罪も犯すし神にも逆らい、集会では宗教儀式を行うだけで、結局神の戒めを守ってはいません。でも全能神の御言葉をインターネットで読んで、真理を少し理解し始めると、気持ちがどんどん明るくなり、再び聖霊の働きを受け、信仰と愛も強くなり、信仰の上での困難や問題もいくらか解決しました。頭に浮かぶのは、主イエスが働かれた時代のことです。
主イエスに従った人たちは旧約聖書を手放して聖霊の働きを得た上、主イエスから贖いを受けました。でも聖書に固執したパリサイ人は、聖書と神に忠実であったつもりだったのに、旧約聖書を理由に主イエスを非難し逆らいました。聖書に忠実なことが神に認められないとは思わず、主イエスを十字架にかけたため神に呪われ罰を受けるとは夢にも思わなかったことでしょう。現代の牧師はパリサイ人のように聖書を文字通り解釈し、その一部を引用して全能神を咎め、そして非難するのです。そして神を信じることは聖書を信じることで、聖書以外は異端であり、聖書から離脱することは主を裏切ることと同じだ。そう言っては人々を騙し、人々が真の道を探し求めようとするのを妨害しようとします。これはまさに終わりの日のキリストである全能神から離れて対抗することにはなりませんか。神を信じる者は聖書を正しく扱ってパリサイ人の束縛と支配から逃れ、終わりの日の神の働きを体験し、神に与えられる永遠の命の道を歩み、そして真理と命を得て神に従って神のことを知って約束と祝福を受ける資格を得るのです。アーメン。その通り。長年にわたり聖書を手放したら神を信じないことになる、そんな牧師の神学的理論に欺かれてずっと支配されてきたのです。それで今まで全能神の終わりの日の働きを否定してきました。これではいくら聖書を読んでも聖霊の働きは感じられません。精神はどんどんと沈んでいく一方です。その原因は終わりの日の神の働きから離れ、神との関係を壊し、神の命の水も失っていたことです。今理解しました。聖書は神の過去の働きの記録に過ぎず、神を代弁することも代わりに救いの働きをすることもできません。つまり神を信じることは聖書を信じることではないのです。終わりの日の働きを受け入れなければ神の働きにより完全に見捨てられるでしょう。そんなことになれば暗闇でむせび泣き歯ぎしりするしかありません。その通り。神だけが人の命の源だ。聖書を手放すはまだしも、もしも神とその働きから離れたら命の泉を失う。通りで気分が落ち込んでいたはずだ。そうね。今すぐ終わりの日の働きを受け入れよう。そうよ。神を信じるなら子羊の足跡をたどり神に認めてもらわないと。確かに聖書は神を代弁したり神の働きに変われませんが、人は聖書をもとに何千年もの間信仰してきたのではないのですか。聖書にさえしっかり従っていれば、たとえ全能神の働きを受け入れないとしても絶対に天国に招かれると思います。アーメン。その通りです。聖書に従っていれば再臨された主は私たちをお見捨てになりません。アーメン。本当に困った人たちですね。真理は今やすっかり明確になったというのに、どうしてまだ聖書に固執するのです。偉大なのは神ですか、聖書ですか。あなたを救うことができるのは聖書ですか、それとも神ですか。あなたは聖書と神とどちらを信じるのですか。なんで意固地になっているんです。ジョイさん、どうしたんです。お願いだからよく考えてください。パリサイ人の失敗から学ぶべきじゃないですか。彼らは旧約聖書に固執して主イエスを受け入れず神に罰せられたのです。あなたたちはまだパリサイ人みたいなことを言うのですか。そうですよ。もちろん神は聖書の主ですが、聖書は神が2つの段階で働いた時の単なる記録ですけれども、聖書を神と同等に扱い、聖書が神を代弁していると考えるなんて、神を冒涜しているのと同じことです。
幸運なことに今日私は全能神の言葉を読むことができました。神を信仰している私たちは神を称賛して、さらに神の働きに従いながら生きていき、そして終わりの日の神の裁きの働きを受け入れることができたら、真理と命を得られるのだと分かりました。ひょっとして牧師に騙されたまま聖書を盲目的に信じ込み崇拝し、神に逆らい断罪しているのだと気づけなかったかもしれないのです。神に感謝いたします。全能神は私たちを今日救ってくださったのです。神に感謝しないとね。今日のお話は素晴らしいわ。私もそう思うわ。とても勉強になった。充実しているし気が楽になるわ。本当にそうね。お集まりの兄弟姉妹の皆さん、この辺りで少し休憩しましょう。本当に今日はどうもありがとう。おかげで私も急に目が覚めたよ。神というのは創造主であり、すべての命の源だ。聖書っていうのは神の働きの初期の段階の記録だ。神の代弁じゃないし、終わりの日の働きの代わりはできない。神を信仰するというのであれば、その御言葉と働きを受け入れるべきだ。神に従う真の信者はそれができるはずなんだ。私は聖書に固執して真理を理解してなかった。これまで君に何度も福音を受けたけど拒否してきた。恥ずかしいことだ。自分勝手だったよ。耐えてくれてありがとう。私もそうだったからよくわかるよ。実際真理を理解していないと誰もが愚かにも神に逆らってしまうんだ。真の道を求めて教会で真理を知ることができたのも神のお恵みがあってこそだ。神に感謝しよう。まったくだ。そうだね。あなたがもっと早く福音を受け入れてたら、私たちももっと早く学べたのに。そうよ。でも今日の話だけでも勉強になりました。ええ、本当に今日は来てよかった。本当です。この集会で全能神の言葉を聞くことができ、おかげで聖書の内情と扱い方を理解しました。もう盲目的に聖書を崇拝しません。聖書を手放して終わりの日の神の働きを受け入れ、裁きを経験できるのは全能神のおかげです。神のお慈悲とお救いに感謝しましょう。今日の話をどう思いました？全能神の言葉には真理と説得力がある。全能神の言葉が広まって証明されたら宗教界はどうなるの？誰もが全能神を信じるようになるかもしれないわ。確かにそれはありえるな。何年もの間教会を隔離して、信者たちが全能神の言葉に触れないようあらゆる手を尽くしたが、それでも東方宣伝へ回収したものは多い。牧師たちがどうにか止めようとしたところで時間の無駄だわ。神に感謝する。全能神の言葉は真理を教えてくれて自由にしてくれる。そうだね。まだ疑問はあるんだが。どんなことでもみんなの意見を聞いたらいいじゃないか。ああ、そうしよう。そうだよ。ああ、行こうか。行きますか。お聞きしてもいいですか。牧師はみんな聖書に精通している。教会で聖書を解釈し褒めそやすので、神を知っているものだとずっと思っていました。
終わりの日の受肉された神の働きはなぜ激しく非難されるのでしょうか。教えていただけないでしょうか。その通りよ。宗教界の牧師は聖書に精通していて知識もとても豊富です。聖書も神も熟知している。東方宣伝が真の道ならば、なぜ彼らは非難して反対するのです。多くの牧師や宗教界の指導者たちが非難するのなら、真の道ではないはずです。本四比さん、私はその意見に反対です。神の働きを調べるためには牧師たちが受け入れるかどうかを基準にしてはいけない。主イエスが働きのため現れたとき、十字架にかけたのは誰だったでしょうか。聖書について精通し人々に説明していた宗教指導者だったのでは。この事実は何を表しているでしょうか。聖書に精通して解釈ができるから神の働きを知っていることにはならない。ましてや神を知っているとは言えないと思います。聖書に精通していた律法学者やユダヤ教の祭司長は皆主イエスに逆らい非難した反キリストですよ。間違っていますか。聖書を知っていても事実が見えないのなら聖書を理解しているとは言えないでしょう。それでもまだ宗教指導者の意見を信じて神の出現と働きを語るのは馬鹿げているとは思いませんか。まだ彼らを擁護するのなら、あなたも主イエスの出現と働きを否定するのですね。だとしたらあなたは神に敵対するパリサイ人と変わりませんよね。人が真の道を求めるなら、聖霊の働きがあり真理が示されているかを確認するべきです。それが正しい。宗教指導者の意見に従えば神に逆らうことになるのだから、間違いなく神に見捨てられるでしょう。今話したことが事実じゃありませんか。そう、牧師は聖書に精通しているし、聖書の解釈もとても素晴らしい。おまけに聖書を称賛するので人々は彼らが神を熟知していると信じます。けれども終わりの日の働きのために神が再び受肉されると、聖書に精通しているはずの牧師がなぜ神の働きを激しく非難するのでしょう。多くの人が疑問を持ちます。その答えは本当に簡単なことです。昔のパリサイ人は聖書に精通し街道で聖書を解釈し称賛していました。しかし主イエスがお見えになると彼らは激しく逆らい神を迫害しました。生きたまま十字架に釘付けにしてしまったのです。この事実からも聖書をよく解釈して称賛する者が神を知っているとは限らないということがよくわかると思います。パリサイ人は皆聖書を解釈できたので主イエスが示したことは真理であると知っていました。ではなぜ非難したのでしょう。パリサイ人は実は神の声さえも聞き分けられませんでした。それなのに神の気質や本質がわかるでしょうか。宗教界の牧師たちはまるでパリサイ人と同じです。牧師たちは聖書に精通しているのに、聖書の知識や聖書の登場人物、神学理論、歴史的背景を説明するしかできません。神の御言葉を実践する経験や証言や神の真の知識を伝えることはできません。これは彼らが神の働きや御言葉を経験したり実践したりできないものだという証拠なのです。これでも彼らは神のことを知っていると言えるでしょうか。彼らは神についての観念や想像を持っていました。神の性質も人類を救おうという神の意図も全く理解することなく、終わりの日に神が出現なさっても聖書の知識を持ち出して神の言葉と働きを決めつけ、神を信仰しながらも反抗してしまったパリサイ人と同じように振る舞うのです。全能神の言葉をもう少し読んでみましょう。人は思いつきのように独自で
本当に神を知ることはできないのである。人が自分で想像できるものでもなければ、聖霊が一人の特定の人に何か特別な恩恵を授けた結果でもない。神の働きを経験した後に得る認識であり、神の働きの事実を経験した後にだけ訪れる神に対する認識なのである。このように全能神はとても明確におっしゃっています。もうお分かりのように、神の知識は、神の働きを経験し、神の御言葉を実践して、聖霊の働きを受けることで得られます。つまり、聖書に精通したところで得られないのです。そうですね。数千年の間、聖書を読むだけで神の真の知識を得た者は一人もいません。しかも、聖書に精通しているからと、神に清められ、認められた人間などいないのです。これまで神に認められた人たちはみんな、聖書を読むことで神の知識を得たのではありません。神の御言葉を実践し、神のお働きに従っていくうちに、神についての真の知識と恐れをゆっくりゆっくり獲得することができたのです。アブラハムとヨブを思い出してください。二人は神を褒めたたえ、心から崇敬しました。その経験があったからこそ、アブラハムたちは全てを支配する神の全能性と知恵を知ることができたのです。神の祝福とお恵みで人間は生かされているのを見て、心から神を信じるようになったのです。だから二人は試練の中でも神の聖なる御名を称え続け、美しく立派な証ができました。そして神の祝福を受けることができました。本当ね。ペテロが主イエスはキリストであり、生ける神の子であると気づいたのは、旧約聖書を読んだからではありませんでした。真理を求めて、主イエスの話す御言葉とお働きに実際に従い、聖霊の働きを得て、神の素晴らしさと神がお持ちになる特性と存在そのものを徐々に理解していったのです。最後には、神への究極の愛を成就し、死の服従を達成し、美しくて心を打つ圧倒的な証をしました。主イエスが働かれているとき、イエスに従った者はみんな、その言葉に重みと御言葉の持つ力を感じました。神の声だと認識し、主イエスに従うことにしたのです。そして彼らは心に響く証をして、主イエスの福音を広めていきました。終わりの日に、神が受肉されて働くために姿を現すと、主イエスを信仰したこともなければ、聖書を読んだこともない人が、全能神の言葉の裁きを受け入れて素直に従ったため、聖霊の働きを得ました。神の真の知識を徐々に深め、そして神に従い、中国共産党の冷酷な迫害さえ乗り越えながら証をしています。嘘なんかじゃありません。全部本当の話です。神の働きを経験し、最後に心に響く美しい証をした者だけが、本当に神を知っており、神に従う人々であると言えるのです。一方で、聖書の解釈はするけれども、真の証ができない人たちは、偽物の信者です。こうしたパリサイ人や牧師たちは、真理を忌み嫌います。彼らは真理や神の知識を求めて聖書に精通し解釈を図るのではありません。彼らの狙いは人々に知識をひけらかし騙して束縛することです。神が働くため受肉し姿を現しても真理を示すキリストを敵とみなして再び貼り付けにしようとさえします。そのために神に呪われることになるのです。そのことからも彼らが真理を忌み嫌い、神に対抗する反キリストだということがよくわかります。受肉した神の終わりの日の働きとは、人類をすべてあらわにして分類なさることだったのです。神の働きとは本当に全能なんですね。さすが神です。今日は本当に勉強になりました。神の御言葉を実践し、経験し、聖霊の働きを獲得した者だけが、
神を知れるんですね。私も今まで聖書に精通していて解釈のできる牧師はみんな神を知っているのだと思っていました。この考えは誤りだったようです。全能神が述べた言葉は全てが真理で神の声そのものです。多くの牧師はそれを認めないばかりか激しく糾弾して抵抗します。それだけで彼らは神を知らないのだとよくわかりますよね。その通りです。そうですね。もし神の存在を信じていながら真理を愛することなく神の言葉を実践するため気を配ろうともしないなら神の働きを経験しているとは言えません。人々から尊敬してもらうために聖書の知識と神学を学び地位を築くことにしか関心を持っていないのであれば偽善者のパリサイ人になるでしょう。全能神の御言葉を少し読ませてください。聖書の言葉だけを大事にする人々、聖書の言葉に従うことだけを追い求めて、真理や私の足跡を追い求めることに関心のない人々がいる。彼らは私に敵対する。私を聖書に従って限定して聖書の中に閉じ込め、私に対してこの上ない冒涜行為をするからである。そうした人々がどうして私の前に来ることができるであろうか。そういった人たちは私の行いや心真理に耳を傾けず、言葉中でも殺す言葉に執着している。どうしてそうした人たちが私と融和できるであろうか。次は私が。荘厳な教会で聖書を読む者たちは毎日聖書を朗読するが、一人として神の働きの目的を理解しない。一人として神を知ることができないのだ。さらに一人として神の心と一致していない。価値のない卑劣な人間だが、それぞれ神を教えるために高い地位についている。神の名を振りかざすが、故意に神に反抗している。自分たちを神を信じる者と呼んでいるが、人の肉を食しその血を飲む者たちだ。そのような人々は人の魂を貪り食う悪魔、正しい道を歩もうとする人を故意に混乱させる悪霊、神を求める人のつまずきの石である。彼らは健全な肉体の者たちであるが、どうしたら彼らが神に敵対する方向へ導く反キリストであると信者は理解するだろう。どうしたら彼らが魂を貪る悪魔の権化であると理解するだろうか。神の前で自分自身を称える人々は最も卑しい人間で、一方へり下っている人々は最も高潔な人間である。神の働きを自分たちは知っていると考え、目を神に注ぎながら人々に神の働きを意気揚々と宣言する最も無知な人間である。このような人々は神の証のない人々で、傲慢でうぬぼれている。全能神の御言葉はパリサイ人や牧師たち、指導者の真理を嫌う本性と本質を暴き出しました。彼らは人に自慢して目立つために聖書に精通して解釈し、人を言いくるめては束縛し、自分の地位と生活を安定させるのです。真理を伝えて神を高くし、証をして御座の前に人々を連れていくのではありません。表向きには信心深くしていても、実際は神のことを全く崇敬していないのです。全能神が終わりの日の真理を示し、裁きのお働きをされると、自分自身の地位と生活を守りたいばかりに神を狭い枠の中に閉じ込め、終わりの日の神の働きを非難するために噂や嘘などを吹聴したのです。神の
御言葉やお働きは聖書にあるから、聖書以外のものは異端である。神を信じることは聖書を信じることである。聖書は神を代弁する、そういった噂や嘘をまき散らすことで、真の道を探求しようとしている人々を妨害するのです。牧師たちは自分の地位を守りたいから全能神を非難するのね。そうだな。牧師たちは聖書の解釈を人に伝える機会を悪用して、わざと神に反抗し、制約するような聖書の間違えている解釈をします。なぜなら、真理を忌み嫌い、神に敵対する悪の本性を持っているからです。いつの時代でも、宗教界は偽善者パリサイ人と反キリストに支配されてきました。そう。彼らは聖書を崇拝して称賛し、神に選ばれた人たちを騙して支配し、自分たちの地位と暮らしを守ってきました。神を褒めたたえ証しをしたり、真理の現実へと人々を導いたり、神の御座に連れて行くためではありません。だから全能神が出現なさると、真理を憎んで嫌っては、神に敵対する牧師や長老の反キリストの本性がすっかり暴かれるのです。真実の道を守り、群れを保護するという口実で、彼らは終わりの日のキリストである全能神に対抗することで、宗教界を神に敵対する要塞にしているのです。これでもまだ理解できないでしょうか。今日はこの集会に参加して大変勉強になりました。牧師たちの悪の本性をようやく理解しました。真理を嫌うんですね。彼らは故意に聖書の中身を歪めて解釈し、神を制約してお働きを非難し、噂を吹聴しては人々を騙し、真の道を追い求めることができないように何としてでも妨害しようとするのですね。彼らが神に逆らっているということは明らかですね。その通りね。まさかあの人たちがそこまで不実で悪質だったとは。全くです。自分自身の身分と地位を守るために平気で人を傷つけ命を奪う悪そのものではないですか。人の魂を食らう悪魔ですよ。全くだ。私たちは全能神の言葉のおかげで今日パリサイ人の束縛から解放され救われました。アーメン。みんなで全能神に感謝しましょう。アーメン。そうだ、アーメン。自分たちの身分を守るため聖書を歪曲している牧師を私たちは気づかずに盲目的に崇拝してきた。間抜けとしか言いようがない。本当ね。自分たちの地位と政権を守るため私たちのことを束縛して操っては全能神の働きを学ぶことを禁じてたのね。そうね。そんなの私たちを傷つける行為だわ。本当ですよ。そんな牧師は本当に不実で悪魔だわ。そうですよ。聖書の知識や牧師の言う規則や神学論は演説道具です。ええ。神の言葉と働きを実際には経験していない。全くです。神を称賛しているのではない、自分を持ち上げ褒めたたえているだけです。こんなことでは主の言葉を実践し働きを経験するよう導かれるわけがない。私たちは何年も信仰してきたのに真理も知らずに主に関する本物の知識も得られていません。確かにそうだ。主を信じてはいても褒めたたえることは知らず、牧師たちを信じて崇拝しひたすら彼らに従ってきました。神に認められると思いますか。牧師たちには本当に騙されました。でももし今日全能神の言葉を聞かなかったら、牧師は聖書に精通して説明ができるから、神を知っているとすっかり思い込んで牧師たちを尊敬して天国へ導いてくれると信じたままだったでしょう。本当に私たちは愚かでした。
今日ここで話を聞かなかったら今もまだ暗闇をさまよっていたはずよ。そうとね。ええ、その通りです。全能神はすでに何年も働かれ、勝利者の一団を結成し、もうすぐ働き終えます。まだ私たちが牧師たちの嘘に騙されて操られ、聖書を盲目的に信じて固執し、終わりの日の神の働きを否定し、救い主が白い雲に乗って天から降りてくる日を待っているのなら、勝利を逃してしまうところだったことも知らなかったでしょう。きっとそうね。インターネットで全能神の言葉を見ることがなかったら、今もまだ牧師の嘘に耳を傾けていたでしょう。主の声を聞くことはただの一度もなく、主の出現をお迎えすることもできなかった。皆さんご存知だと思いますが、四つの血の月はすでに起こりました。大災害が猛威を振るい始めています。全能神がお慈悲を示し、私たちをお救いくださっていなかったなら、災害に遭い嘆き悲しみ歯ぎしりしていたに違いありません。本当に危ないところだった。私たちのことを救ってくださった全能神に感謝しましょう。アーメン。心から全能神に感謝いたします。アーメン。ようやく主を迎えることができました。アーメン。生きているうちに主を迎えられるとは思っても見ないことでした。人生の中で最高の光栄です。アーメン。心から全能神に感謝します。アーメン。そうですよ、全能神に心から感謝しましょう。私たちは全能神に祝福されているのです。アーメン。同感です。私を救ってくださった全能神に感謝します。アーメン。神の名のもとに何年も信仰してきたつもりでした。でも人を崇拝していたんです。パリサイ人に私は騙されて操られていたのです。今まで聖書を盲目的に信じ崇拝してました。聖書の中に神を見出し、神を代弁するものと思っていたのです。聖書を信じることが信仰でした。聖書から離れたら信仰ではなくなると疑いませんでした。彼らはまるで重い足かせのように私を縛り束縛しました。だから神の働きを知りませんでした。聖書を盲目的に信じさせたり、パリサイ人を尊敬するように仕向けて、終わりの日に神がした働きを受け入れられないよう妨害したのです。全能神の働きを私が求めて学ぶことをできないようにし続けてきたのです。今日私は全能神の言葉のおかげで牧師の偽善的な反キリストである本質を見分け、檻や束縛を打ち破り、そして神の玉座の前に来ることができました。アーメン。私は今全能神の賛美とお慈悲に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。アーメン。これからは真理を追求していきます。神の働きと福音を伝え、全ての兄弟姉妹を神の御前に連れて行き、神の愛とお救いに恩返しします。アーメン。一緒に全能神に感謝しましょう。アーメン。こちらです。どうもありがとう。こちらへどうぞ。こんにちは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 。本は準備できてます。それですか。ありがとう、はい、多くの方が福音を受け入れられたんですね。ええ、神のお働きと祝福のおかげです。もちろん。これで失礼します。ええ、さようなら。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。私が持ちましょう。ありがとう、助かります、ええ、それじゃあ参りましょうか。
ゃあ行きますね。え、はい。凡事能顺服生理，现实说话的都是有福的人，都是有福的人。不在乎人一切如何，生灵怎么在人身上做工？得着最新做工的人，都是最有福的人。啊。最有福的人。